え皆さんこんにちはトヨタ自動車ガズーレーシングカンパニーの友山です昨年はトヨタガズーレーシングにとって大きな飛躍の年となりました世界ラリー選手権 WRC 世界耐久選手権 WEC 国内のスーパーフォミリアスーパージー GT 等における前線も去ることながらこれらのレースで培った ーノウハウを織り込んだ商品 GR シリーズを発表させていただきましたまたその販売拠点となる GR ガレージも全国にオープンするなど持続的なモータースポーツ事業への布石を着実に打つことができましたこれも皆様のご支援の賜物でありこの場をお借りしまして熱く御礼申し上げます 昨年の9月の記者発表会の際に私はガズレーシングカンパニーは単なるマニュファクチャラーではなくレーシングカンパニーである世界有数のレースにワークスチームとして参戦し人を鍛え車を鍛えるそしてその鍛えられた実践部隊が市販車の開発も行う と申し上げました新年を迎えるにあたり今年の取り組みについて少しお話ししたいと思いますまず初めに WRC ですが昨日イギリスのバーミンガムにて 改めて後シーズンの体制発表を行いました昨シーズンは我々にとって学びの年であり車を鍛えチームを鍛える一年にしたいと申し上げましたが今年はラトバララッピに加えて新たにタナック選手を迎え入れ初戦モンテカルロよりヤリス三大体制で臨みまして 年間タイトルを狙ってまいりたいいと思まますまた昨年ヤリスの WRC 参戦を機に発表した BITSGRMN コンセプトはほぼそのコンセプトモデルのまま発売させていただきます限定150台の購入受付は4月9日からスタートしますのでぜひよろしくお願いいたします 次にガズレーシングカンパニーにとって社員を鍛え車を鍛える道場となるのがニュルブリックリンクですが今年もニュル24時間レースに出場します2007年に森蔵こと社長の豊田がモータースポーツのあるべき姿を自ら示そうと周囲の反発を押し切って 中古のアルテッツァと社員メカニックチームで出場した二流24時間レースはまさにガズーレーシングの原点でもあります今年で12年目の挑戦となりますがその原点にガズーレーシングが送り込むニューマシンがこちらでございます いかかがですか5月の参戦を目指して今まさに開発中のレクサス LC ニュル24時間参戦者です見ての通りあのエレガントなレクサス LC が過酷なニュルブリックリンクを高速で走り切るウェポンに生まれ変わるという新たなストーリーが始まろうとしていますもちろんそのストーリーリは ガズレーシングの進化のために不可欠なものでありこのマシンにはフリクション低減を追求した V8 エンジン合成強化と軽量化を両立したボディ新開発のサスペンションなど将来のスポーツカーにつながる数々のチャレンジが詰まっていますえここでこの挑戦に参画するガズーレーシングのメンバーを紹介します ドライバーは土屋武史選手松井貴光選手賀茂尚哉選手中山雄一選手です <music> そして例年通り当社社員で構成される メカニックチームを率いるのが京大自動車の関谷チーフメカニックと尾形エンジニアリングリーダーです、えー、参戦まであと半年足らずとなりましたがこのメンバーが中心となってマシンを仕上げてまいります皆さんよろしくお願いいたします 次にハイブリッド搭載マシンでこの5年間トヨタが挑んできたレースといえばあのルマンで有名な世界耐久選手権ウェックですそれは単にレースに勝つためだけではなくて世界最先端のハイブリッド技術と EV システムの開発を推進して究極の環境性能と突出した走行性能を 高次元で両立させるというプロジェクトでもあります我々にとってそれを実証する場はルマンであることに変わりはありません今年ことルマン二十四時間レースでどの車よりも一番長い距離を走り切ることを目指し昨年末にウェック参戦を継続することを 決意いたしましたチーム体制等は別途発表させていただきますが、新たな挑戦に向けた準備を着々と進めています。同時に、ガズレーシングカンパニーは、ウェックで鍛えられたハイブリッド技術を生かした次世代のスーパースポーツカーの開発に着手しました。 昨年の GR の記者発表会の際にレースで得た知見と鍛え抜かれた人材で世界に通用するスポーツカーを世に出すと宣言させていただきましたがその一つの形として本日、このコンセプトカーをご披露したいと思います。 いかがですか GR スーパースポーツコンセプトと実際に走行可能なそのテストカーです GR スーパースポーツコンセプトはまさにウェックに参戦している現役のレーシングマシン TS050 とほぼ同じパーツで構成されたロードゴーイングカーです 乗車定員は2名この流麗かつ斬新なフォルムの下には実戦で鍛えられた V6 追ンボエンジンとレース用のハイブリッドシステム THSR を搭載していますこのパワーユニットは高効率の EV システムと気薄燃焼エンジンの組み合わせによりすでに熱効率50%を 実現しており現在さらに高い値を目指して開発を進めていますまさに究極のパワーと環境性能を両立した次世代のスーパースポーツを目指しています実は私は先日富士スピードウェイで TS050 の ステアリングををを握るといいう貴重な体験ししました正面の映像をご覧ください事前に英文のマニュアルを読まされて小林カムイ選手からレクチャーを受けてかつチーフメカニックからいろいろ注意事項を受けて最後に、万一何か起きても一切文句は言いません。 という誓約書にサインをさせられたときには、もうその場から逃げ出したい気持ちでいっぱいでしたけれども、チームのサポートのおかげで、なんとかテストドライブを終えることができました。感想はというと、一言で言うならば、異次元のパワーとスタビリティがもたらす未体験の楽しさと申しますが、 乗車前の極度の緊張でこ,うこわばってしまった顔がですね走行中に思わず大洗いがこみ上げてくるほど魅力的な体験でしたこの TS050 の魅力を可能な限りダイレクトにそして扱いやすくそういうスポーツカーを実現することを目指してここにあるテストカーを走らせつつ 開発を進めています私はかねてよりレースで培われたノウハウをさまざまな制約の中でいかに市販車に落とし込むことができるか挑戦することがガズレーシングの目指す車作りであると申しておりますが市販車両をレベルアップしてスポーツカーを作るんではなくて 現役のレーシングカーからスポーツカーを作るというトヨタにとっては全く新しい挑戦が始まっています実際に皆様がステアリングを握れるようになるにはですねまだ時間がかかりますがガズレーシングが目指す次世代スポーツカーの張り方をこの GR スーパースポーツコンセプトで感じていただきたいと思います え最後になりますが昨年末にウェックに継続参戦することを発表した際社長の豊田から車が誕生してから100年が過ぎ自動車産業が大きく変化する中次の100年も車を楽しくしていきたいとコメントさせていただきましたそして年初には米国で開催されたセスにおきまして 社会の共有物としての新たなモビリティー E パレットコンセプトをご披露いたしました今回発表させていただいた GR スーパースポーツコンセプトは E パレットが次世代の滅場者とするならば全く対照的な自分の相場ともいえるパーソナルで魅力的な次世代の競争場であります ただし、この2つのコンセプトモデルはどちらも電動車でありおそらくは最先端の IT 技術を駆使した安全で環境に優しいコネクティットカーになるであろうと言えます私が申し上げたいことは車がどんなに電動化しようとどんなに IT 化しようといろんな形があるわけで 車は決してコモディティ化しないということでありますそしてさらに申し上げたいことは自分の意思で自由に移動したいどこまでも遠くに誰よりも早く美しく移動したいという人間の欲求は普遍的なものでありそれを実現してくれる車に対する人の感動は豊かで 心ときめくものがあります次の100年も車を徹底的に面白くするというトヨタガズレーシングの挑戦はまだ始まったばかりですがお客様の笑顔のためにそして自動車産業の未来のために心ときめく車作りにこだわり続けていきたいと思っています。これからも皆様のご支援を どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。